7月30日は国連が定めた人身取引反対世界デーの日だと知っていますか？人身取引の犠牲者は全世界で4000万人を超えると言われています。これ人事じゃないんです。世界奴隷指標2018によれば、この国にも現代奴隷として3万7000人の人が暮らしていると言われています。人身取引とは現代奴隷制とも言われ、搾取を目的とし、心理的・身体的暴力等の手段を用いて人権を無視し他者を支配する行為です。搾取とは強制労働、性的搾取、臓器売買などの目的で脅迫、誘拐、騙し、または悪質な利益誘導のもと売買し支配するものです。すべての命の平等なる尊厳性を固く信じる私たち WCRP 日本委員会は、国内で技能実習制度を巧みに利用した労働搾取、インドネシアの強制労働、フィリピンの性的搾取といった問題について、一人でも多くの人に知ってもらうため学習会を重ね、政府にも訴えてきました。アメリカ国務省による人身売買報告書では、日本は問題を放置している国として分類されています。人身取引の被害者は私たちの周りにも確実にいます。いるんです。苦しんでいる現実があるにもかかわらず、見えにくい、あるいは見えなくされていることに一緒に目を向けてもらえませんか？一緒に何ができるのかを考えてもらえませんか？この問題で重要なことは、人身取引は一部の人物や団体が引き起こしているんじゃないんです。私たち一人一人が知らず知らずのうちに加害者になりうる、苦しみを与える側になっているかもしれないという当事者意識を持つことなのです。人身取引は環境問題、貧困、経済、ジェンダーなど本当にいろいろな問題が絡み合った犯罪の最終地点なんです。だからこそ私たちは人身取引に反対です。